はい、土地パフォーマンスです。はい、今回はボンドショップ浦和でカスタマイズした車両をご紹介します。紹介するのは、カスタム担当したボンドショップ浦和で一番人相が悪い富山さんです。こんにちは、土地パフォーマンスですよろしくお願いします。お願いします。はい、そして今回カスタマイズさせていただいた車両はこちら、現行型のゲレンデ W463A、はい、エディション1エディション1です、はい、ですね、はいはい。どんな感じのカスタマイズをされたでしょうか。まあ、ちょっと見ての通りというか見たまんまなんですけど、はい、まあ、メッキ部分のブラックアウト、はい、あとまあグリルはちょっと細かく言うとエディション1は本当はこうフィングロスなんですけど、はい、基本的にはまあ全部マットで、あ、なるほど、ツヤをなくしてる、そうそう、全部マットでこう、はい、まとめていくっていう。これエンブレムなんかもそうですよね。エンブレムはメッキだったってことですよね。メッキを、はい、まあ、マットブラックにして、はい、まあ、フィンがグロスだったのを、はい、マットにする。なるほど。どんどんこう、はい、グロス部分もマットにし、ただ、こういうバンパートリムとかは、はい、グロスはエディション1だけなんで、はいはいはい、エディション1テイストはこう、はいはいはい、残しつつっていう、はい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 、ヘッドライト黒いのもこれエディション1の、ね、エディション1、はい、です。なるほど。この下とかも含めて、そこももともとエディション1で黒いですから、ね、そうです。あ、なるほど。じゃあエディション1らしさを残しつつちょっとこう引き締めた感じで、そうですね、はい、であとやってあるとすればホイールと、まあ、はい、一番今回頑張ったというか、はい、あれはハイパーフォージド、はい、HFLMC ってこう新作の、はい、一番新しいやつですよね。そうです、そうです、はい、のデザインのホイールなんですけど、はい、でかいですねこれ。でかいです、24インチ、はい、24インチ、まあ、10J と 12J、はい、あ、じゃあ前後サイズ違いで入ってるんですか。サイズ違いです。なるほど。なんで、はい、タイヤサイズも、はい、フロントが295、はい、リアが335だったかな。もう多分現行ゲレンデの限界サイズですよね、24インチ。あ、ごめんなさい、355です。355です、はい、もうスーパーカーのサイズじゃないですか。そうですね。すごい。でハイパーフォージは日本の単造ホイールなんで、そうですね、はい、まあ、その辺なんというか信頼性も抜群です、ね、そうです、そうです、はい、まあまあ納期もほぼほぼ間違いないですし、はい、案内通りに来て仕上がりも良くて、はい、で僕らもまあ仲がいいというか付き合いが深いんで、はい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 、いろんなことは相談できて、はい、まあ、メーカーと親密なんで、まあ、レスポンスよくこういろいろご案内できるっていう。なるほど、おすすめのメーカーということですね、はい、そうです、はい、でフィニッシュも結構いろいろできるんですよね。フィニッシュできます、はい、できます。これ今回は、はい、まあ、リムはハイポリッシュ、はい、ディスクはブラッシュドブラックのアルマイトのマット仕上げですね、はいはい、まあ、はい、結構この組み合わせは何だろうな、ハイパーだと結構多いというか、うん、はい、この、まあ、特徴的って言ったら、まあ、特徴的ですけど、まあ、はい、ハイパーならではの仕上がりかなっていう、はい、なるほど、思います。じゃ割と最速で履いた感じですね。そうですね、そうですね。これボルトとかも黒いボルトにわざわざ交換してるんですか。そうです、これです、ね、ハイパーさんで納品してくれます、はい、一緒に。あ、そうなんですか、ありがたい。付属のちゃんと黒いボルトに。そうですね、ありがとうございます、はいはい、そしてマフラーがなんかとんでもないことになってますけど。そうですね、はい、ちょっとこの辺は軽く。そうです、はい、マフラーは見たまんまです、はい、世の中的なものがあるんで。そうですね、はい、ちょっと軽く、はい、コンプライアンスですか。そうですね、ちょっとコンプラ的なものがあるんで、はい、まあ、ちょっと迫力の左右6本出し。そうです、まあ、ちょっと単純明快に説明すると、はい、まあ、ワンオフです。あ、なるほど、はいはい、ここに関しては以上になります、説明は、はい、以上です、はい、そして横のこのデカールもじゃあエディション1を残した感じで。そうです、純正そのままで残してます。なるほど、はい、あえて剥がない、はいはい、であとまあ外装はまあそんなもんで、はい、あ、まあ、あとはエンブレムを、はい、まあまあ、メッキとはい、サイドエントランスボードですね、はい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 、これスペアタイヤとかも結構やってないですか。タイヤはもうこのまま、もうこのエンブレムだけしかやってないです。エディション1はこう、あ、そうなんですか。カラーリング こっちがボディ色で、はい、こっちはのブラックなんで、ブラックって言ってもこれちょっと、カメラだと分かんないですけど、はい、ちょっとメタリック入った感じです。そうそうそう、まあ、多分オプシディアンブラックか。っていうかエンブレム塗るだけでも真っ黒になっちゃうんですね。じゃあなっちゃう。すごい。なるほど、外観こんな感じでしょうか。そうです、はい、エディション1いいっすね。エディション1かっこいいで、これエディション1風フロアマットを作りました。あ、そうなんですか。エディション1を意識してちょっと内装が、
やっぱその赤とコンビなんで、はい、まあ、フロアマットがただ黒の MG じゃ、はい、まあ、つまんないよねっていう、ちょっとその毛足を純正よりも少し伸ばして、はい、で、まあ、赤いトリム の、はい、あのフロアマットに作り変えたというか、確かに純正の MG だとちょっとこう味気ない感じしますね。そうですね、これも、まあ、型を取って、これ中めちゃくちゃかっこいいっすね。かっこいい、はい、赤ステッチ、クロスのステッチで赤黒のカーボンで、ステアリングも赤黒のキラキラのカーボンのハンドルじゃないですか。それもステアリングもちょっと後で取ってもらいたいですけど、はい、あのワンオフです。あ、それワンオフなんですか。え、これトリムとかはここ、そう、ここは純正で、あ、じゃあこれに合わせて、そう、あのステアリングは、はい、カーボンは、まあ、うちでも、はい、あのオリジナルの方が作ってるけど、はいはい、まあ、普通のカーボンなんで、はい、もうちょっとそのエディション、まあ、エディションだけどエディションに寄せていくっていうか、もっとエディションっぽくしたらどうだろうって言って作ったのが、はい、あのステアリング。あの赤い糸が縫い込まれてるカーボン。そうそう。え、これプロテクションも貼ってあるんですか。貼ってあります。あ、本当だ。まあ、ちゃんとじゃあマットの質感残しつつステルスフィルムで、ステルスフィルム、はい、ちゃんと傷も防止してるっていう。そうですね、はい、でベンツは、はい、まあ、ベンツクレームではないけど、はい、あのすごいマットがすごくシミになりやすい。ああ、はい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 。っていうかもうもともとそのマットブラックってシミとかちょっと、うん、もうでもシミになっちゃうともう取れないから、まあ前回りはこのプロテクションフィルム、はい、ステルスフィルムで、はい、まあ、あの保護してあげて、はい、ただその前回りだけなんでフィルムは、はいはい、そのドアから後ろは選びに選んだコーティング屋さんと相談して作らせてもらった。ああ、そうなんですね。今あるんですよね、コーティングが。そうそうそう、マットのままコーティングできるっていうのは。そうです、これちょっと個人的にも実は仲いい磨き屋さん、コーティング屋さんがいて、はいはいはい、そこにこう、ああじゃない、こうじゃないっていろいろ注文して、はい、このこう、なんていうの、ベンツのマットに、はい、合わせたやつ、めちゃくちゃこう、なんかこの相性がいいやつを作ってもらった。あ、そうなんですか。そうです、そうです。全然シミにならないし。あ、そうなんですか。もう、なんていうの、いわゆる浸水系っていうか、こう、はい、水滴が残らない、なるほど。はい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 、はい、水滴、撥水だと水滴が残って、はい、そう、花粉がこびりついたり、シミになったりする。玉になっちゃうとそうなんですよ。その後も全部こう流れ落ちてくれるようなやつを、コーティングかけてるんで。そんなこだわりのコーティングが施されてるそうです、はい、あと結構よく聞かれるのが、こう車をカスタマイズする上でどうやって作り上げてってるんですかっていう、前回もコメントもらったんですけど、うん、これっていうのはどっちかっていうと富山さんプロデュース的なのが多いんですか、それともお客さんの意見もこう踏まえた上でこう一緒にこう作っていく感じのパターンですか今回。まあ、両方だけど、でもやっぱりそのギアリングさせてもらって、で、まあ、特にこのお客さんはすごい付き合いも長くて、はい、もう毎日でもこう電話で話すようなお客さん、はいはい、なんで、じゃ結構任せてもらっちゃってる感じですか。まあ、このお客さんならこんな感じっていうのがあるんで、だ毎回こう車を買い替えてもらうたびに、はい、打ち合わせの時間が短くなっていう。あお任せてもらって、ある程度こう、はい、もう決まったメニューが決まる、はい、まあ、このお客さんはそうですけど、はい、基本的には、まあ、まあ電話でも、はい、来店してもらっても、はい、話して、はい、まあ、どんなのが好み、はいはい、でまあだったらこれじゃないですか、はい、あとはもうそのうちのブログで、はい、まあ、いろんなこう、まあ、画像が、はい、ボンドチャンネルの動画があるんで、はいはい、そう見ながら、あ、なるほど、これどんなのがこう、これいいねっていうのかなって言わないのかなと、まあ、いろんな話をして、はいはいはい、これどうですか、はい、じゃあそれでって決めてもらえるのがやっぱ多い。で今回完成した車がこれっていう。そうですね。なるほど。実はまだ完成じゃない。完成じゃないんですかこれ。まだここから先に進化がある、はい、これ、はい、今のトップカーの、はい、エアロパーツ、はい、カーボンパーツを、はい、ロシアのチューナートップカーです、ね、そうです、そうです、はい、注文してるところで、はい、ちょっと、まあ、納期がまだ分かんないけど、はい、じゃあさらなる進化が待ってると思います。そうです、フロントこう、はい、あとその、はい、トップライト、はい、リアとか、はい、いろいろつける予定で。なるほど。じゃあその時にまた紹介させていただければ。そうですね、はい、はい、このでしょうか、カスタムをお楽しみにしてください、はい、というわけで今回はこちらの G クラス、G63 エディション1をご紹介させていただいたんですけれども、なんか下にさらに富山さんが手掛けたすごい車があるということなんで。あります、
はい、ちょっとそれも紹介してもらっていいですか。そうですね、ちょっとまあお客さんに聞いてないですけど。あ、本当ですか、ダメですか。とりあえず撮りましょう、撮りましょう、はい、行きましょう、はい、はい、今1階にやってまいりました。続いてご紹介するのはこちらのとんでもないお車、はい、ベントレー、これアズールですかね。そうです。なんかネオクラな感じですごいんですけど。いや、めちゃくちゃかっこいいんですけど、はいはい、そしてこれコンバージブルでいいんですか。怖いっす。そして今回このお車カスタマイズの内容はローダウン、まさかのローダウンと。ローダウン、はい、アズールローダウンってあんまり聞かないですよね。そうですね、これできるんですね。もうちょっといろんな、はい、お客さん含め、はい、お客さんの、ま、取引先含め、はい、ちょっといろんなショップさんにこう電話して、はいはい、ネットで調べて、はい、あらゆるこうネットワークを駆使して作り上げた車。もう調べて調べて、はい、まあ、これならできるって。なるほど、はい、足元もなんかすごいことになってますけど、これ。そうですね、はい、ちょっとまだ、まあ 仮付けっていうか、はい、完全体じゃないですか。完全体ではない。まあまあ一応セッティングとかはもう、はい、このままなんですけど、なるほど、まあ微調整、はいはいはい、車高ですとか、はい、その辺はちょっとこれから、まあ、ちょっと煮詰めていく感じで。そうですね。でまず車のデータがないと。そして製作実績ももちろんないんで、ないです、はい、まあちょっとその現車に合わせて。そうですね、ちょっとお客さんにもご迷惑かけながら。、はい、まずのハブが、はい、PCD が150いくつ、160近い。これホイールの取り付け面がもうとてつもなく大きいんですよね。そうです、そうです。でそんなホイールがないと、まず。そうです。でそしてなんか飛び出てるんですよね、真ん中が。そうそうそう、はい、でまあ変換のスペーサーっていうのを作って、はい、ただこうもう何ミリ以上じゃなきゃ作れない、はいはい、何ミリ以上じゃなきゃ作られないっていうのは、はい、いろんな条件があって、かなりまあハマってます。ただまあまあ、ついたんでね、よかったですけど、はい、まあ、とにかくもう大加工をして BC フォージドがついてるっていう。 そうです。そしてセンターキャップはこのベントレーのセンターキャップ。そうですね、はい、これはまあまあ合うものをちょっと合わせて、ね、車だけにそんなに、はい、車外観、あ、なるほど、出しすぎなくてもいいかな。確かにそうですね、センターキャップ、うん、ベントレーの方が似合ってると思います。なるべくこう落ち着いた感じで、はい。そして後ろもなんかこれもともとなんかこうオーバーフェンダーみたいな形なんで、はい、もうむっちり感が、はい、そうですね、このネオクラなこの外観とこの足元 のギャップがすごいですね、うんうん、すごいすごい車です、はい、これじゃあ任せてくださいって言わない方がいいですか。まあ一応もう実績はあります、はい、了解です、はいはい、なのでというわけで真似したい方は、はい、同じのを作りたい方はぜひ富山さんまでご相談いただければ、はいはいはい、こんなこともできますっていう。そうですね、はい、というわけでちょっとベントレーアズールをご紹介させていただきました。で他にも、はい、ローダウンをどうやってやったか説明しようか。あ、ローダウン、じゃあ多分全く参考にならないと思うんですけど、でなんか普通の車の形状と全く違う足回りの形状なんで、ローダウンする方法もかなり特殊な方法でローダウンしてみたいです。まだ仮付けなんです。あ、仮付けなんです、はい、ちょっとここ見てもらったら分かるんですけど、まさかのショックアブソーバーをこの蓋で支えてるっていう。そうです、はい、そうです。まあそのボディとその共締めになってこう保持するというか、はい、なんで、まあ、そのボディに触が刺さるんじゃなくて、はい、皿とこうなんかこう挟み込む感じでこうついてる、はい、スペーサーで持ち上げることによってこれ分ローダウンしてるってことですか。そうです、はい、だから車高を下げるっていうよりは、はい、ボディを下げて車高を下げたように見せてる、はい、足回りの位置はそのままで、はいはいはい、このこういう、はいはいはい、だ乗り心地も基本的には大きく変わらないっていう方向だった、はい、だどっちかっていうとフォーシングでローダウンするトラックのローダウンブロックかませて、まあまあまあね、あれに近い感じの、ね、これはそういう感じで、はい、じゃあ、 まあこのスペーサーどうやって作ったの、はい、っていう。当然こんな製品ないんで、ないです、特注で起こしてるっていう。はい、まあ別の、はい、まあ、ちょっとその、まあ、古いお客さんまで、まあ、そういう金属加工の、はい、会社やられてるお客さんがいて、はい、もう一番に相談しに行ってボンドネットワークでこういうものが欲しいんですけどって、ね、はい、じゃあもう作ってやるよということで、まあ作っていただいて、で今ちょっとその種類がこう何種類か、はい、まあ7ミリ、5ミリ、3ミリっていうので、はい、
作ってるんで、はい、まあ合計で15ミリぐらいの低さになってるんだけど、まあ、ちょっとセッティングに合わせて微調整できるようにこれから、はい、でリアはあのレベライザーなんで、はい、まあ、リアレベライザーなんですか。でフロントあの持ち上げたらちょっとリアもこう調整して、はい、バランス合わせてってことですね、はい、ちょっとじゃあそんな特殊なこともできそうなんでぜひご相談くださいませ、はい、ありがとうございます。お任せくださいって言いづらくてもご相談ください。そしてはい、そして今回なんか浦和店ちょうどすごい車が何台か入庫してるみたいなんでちょっとそれにも触れてみたいと思います。行ってみましょう。このゲレンデもすごいですねこれ。そうですね、なんかちょっとプロフェッショナルな感じなオフロード感全開の、はい、ルーフもえらいことになってます、はい、仙台ゲレンデが入ってたりこれはしごかっこいいですね、フロントランナー。そしてすごいのがこのアウディ Q8、はい、これエアロもアプトのフルエアロ、これアプトのフルエアロですよね。アプトパワー、アプトパワー、はい、そしてホイールが BC4 自動、はい、22インチでブラックアウトもしてるんですか。はい、真っ黒黒になってるめちゃくちゃかっこいい Q8 も入ってます。そしてこちらでは812が、はい、なんとマフラー交換で入庫しています。はい、812この間多分白いのをマフラー交換したばっかりだと思うんですけど今度は赤い812が入ってます。いや浦和店なんかちょっとすごい車が入ってるそんな一日でございます。はい、というわけで今回は浦和店でカスタマイズさせていただいた現行ゲレンデ G63 エディション1と、入庫してるかっこいい車をちょっとご紹介させていただきました。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。